勝間さん042です、いよいよ9月15日日曜日に迫ってきました、ヨン・ヘイレンライブですけども、まあ、バンヘイレンのトリビュートバンドですので、思いっきりバンヘイレンに愛を込めて、弾きたいと思いますが、今日はですね、かなわぬ賭けのねちょっとケンパーと、やってみたいと思いますが、まあもう印象的なイントロね、あれまあ、ディレイでね、古典8分音符のタイミングで、変えてきます、どういうことかと言いますとですね、こう1回弾く、こういう風に変えてくるんですけどもね、それを、はい、これね、ディレイタイムがですね、まあ、326ミリセコンドです。そしてフィードバック、何回エコーを返してくるかね、ディレイ音、0っていうかね、まあ1回弾くと1回返ってくると。どんな割合で、ミックスされてるかというとですね、82.2%、まあこれ適当ですけど、まあ約 80% の、音で、返してます。そうしますと、まあ8分音符を正確に弾きますとこういうふうに、音を返してくれますので、そしてですね、ディレイを切るとフランジャーが入るというセッティングにしてみます。はい、このスイッチを踏むと、このフランジャーが入る。このフランジャーがですね、これなかなかバンヘイレンっぽいんですけども、レイトが2分の1、デプス 3.0、マニュアル 3.2、フィードバック 71 です、そういうセッティングで、これね、フランジャーのセッティングってなかなか難しいんですけど、まあまあ、もうこれはもうバンヘイレンのね、ジェットフランジャー、サウンド、これアンチェインドのね、フランジャーに近いのではないでしょうかね、それで、そういう風に、構成されています、はい、ここでね自然にミュートというかね音をね、ここをの弦に乗せますと勝手にミュートされますのでね、そしてソロはですね、まあ1弦ね、まあ大概弾いとくと、どういうことかというとそこにメロディーを乗せる、これに1弦を混ぜると、はい、ここから1弦を抜く似てるんじゃないでしょうか、これのフェイザーのセッティングが、レイト1分の1、デプス 5.5、 マニュアル 4.5 というセッティングになっています。これもね、非常にエディライクなフェイザーのかかり方ではないでしょうか、はい、2弦の5、8、10、12といきます。それに1弦を足します。2弦の15でまあまあビブラートをかけてください。17、20、2弦の17、20、いいですか、このブルージーの音がいいですよね。3弦の20、そして開放を入れる、こんな感じです。